できるピーントレシピ。よー、5時24分お腹が空きます。今日さっきからグーグー鳴ってるようなか未来食堂で豊崎さんにねお隣で聞かれてしまいましたね、はい、ぐーっとお腹が鳴ってます。言ってました、うん、しっかり聞きました。この耳で実はマナナマ天気から鳴ってます。そうなの、はい、お腹がとても空いているようです。期待してます。今日待っててください、はい、今日はですねこれから旬を迎えるアスパラを使っていくんです。はい、3月は長崎のアスパラが全国に多く出荷されているそうですよ。そして出荷量といいますと長崎が全国でなんと2位なんですって。優秀意外。長崎のアスパラを使って今日はですねアスパラを切りません。切らずにしかも見栄えのいい一品作っていきます。タイトルがこちらです。アスパラのホットサラダ。さらに続きます。揚げ焼き卵のせ。ここがポイントなんですね。おう、ポーチドエッグ聞いたことありますか。あ、あの聞いたことあります。思い浮かびはしませんけどこそ思い浮かびませんけど聞いたことあります。どうかな、大丈夫かな。エッグベネディクトとどう違うか分かりませんけど、のあのトロトロってする卵ね。はい、分かります。それがアスパラの上に乗ってるって感じです。おー、キラこの長さってことですか。その通り、いきましょう。このアスパラ見てください。はい、まあ、旬をこれから迎えるのでとっても柔らかいんですけど根元だけは少しピーラーでこのように、はい、取りましょうね。はい、大丈夫でしょう。そして揃っております。アスパラがこちらに参りましょう。はい、フライパンには今もう水が沸いています。沸いている状態。ここに入れるのがお塩です。そしてオリーブオイルも入れましょう。このオリーブオイルが入っているとよりアスパラがツヤツヤになっていきます。この中にアスパラをもうそのままこのように入れますね。そして直径の大きなね、うん、やつを使わないと入らないですね。そう、立派なアスパラですから。火をですね、もうちょっと上げますね。よいしょ。はい、OK です。そしてこれを蒸し焼きにしていきますので、はい、蓋をします。待っててね、アスパラちゃん。ということでその間にお隣に参ります。こちらにはちょっと小さめのフライパンに多めの油を入れています。ここに入れるのが卵です。豆乳。そしてここからがポイント。ほうよしよしよし。お、見る見るうちに固まっていきますよ。急ぎます。これを白身をねちょっと伸ばすんです。はい、広げるんです。はい、広がりました。そしてここからがですね、一回受けます。ここからがポイントなんですけど、これをね、落ち着いていきましょう。はい、これをですね、黄身を白身で包む。わかりますか、言ってる意味。包むにしては端っこに行っちゃいましたね。そうなのよバレた。あ、じゃあ囲む、上も。よし、おお、よし、見えてますか、私の包む。これでいいかな、もう折るでもいいでしょよし、してください。オッケー、完成。もう中はね、トロトロの卵が待ってるから。さあ、こちら移動します。アスパラはどうなっていますか。よいしょ、いい色、見て、岸くん、ね、いいですね、緑の発色、ね、火を止めましょう、両方とも火を止めます。はい、火を止まれ。止まりました。では、うわ、もう鮮やかな緑が、はあ、いいですね。季節を感じますね。食卓からも春を感じる、そんな一品を仕上げていきますからね。あとはですね、もう簡単なんですよ。このお皿にですね、はい、もうそのまま並べましょう。うん、で、こういう料理っておしゃれなフレンチとかでね、あえて切らないっていうのがね、そう出てきそうですよね。そして、おっとっと、忘れてはいけません。さっき、ま、折りたたんだと言った方が正確なんでしょうかこの卵をですね、優しくそーっと、しょしょしょ、OK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 。 よし、ちょっと一回いいですか、すいません。よしできました。上手。ありがとう。よくできました。ありがとうね、本当ありがとうそして塩ちょっと振ります。いや、なかなかあんな喜ぶ人いないですよ、ね、
そして胡椒、ちょっとたっぷりめの方がね、オリンピック金メダルの人ぐらい喜ばれてたそのレベルですよ私の中で。そして最後に粉チーズをね、もう結構たっぷりかけた方が美味しいので、よし、はい、では完成しましたのでこちらです。どうだ、おいしそう、アスパラのホットサラダ揚げ焼き卵のせ。では岸くんも召し上がれ。これが確かに家で出てきたら心躍りますね。いただきます、うん、じゃあこう崩して、さあどうかな卵、おあ、きれい、この卵がソースなんですよ。これ食べ方合ってるんですかね。合ってるよ、崩して、そして崩して絡めて一緒に食べよう、アスパラと一緒に食べよう。先の方が好きです僕ら。あ、そうなんだ、いただきます。はい、どうかな、うまい、よかった、誰かと思ったよその言い方そう、アスパラこんな美味しいんですね。そう、甘いんだよね、アスパラね、このね、あの卵のとろっとした黄身とよく合うんですよ。いやー、アスパラの僕の中に株が上がりました、ね、上がりましたか。白ワインともとっても合いそうな、うん、そんな一品に仕上がっていますので、皆さんもぜひ試してみてください、はい、ピントレシピでした。